宇和島青年会議所は、南極の観測隊員に送るお正月用の門松のお祓いを、今日宇和島市内の神社で受けました。この門松のプレゼントは、1974年に当時の南極観測船富士の船長が宇和島出身だったことを縁に毎年実施しているもので、今年で49回目となります。今日は宇和島青年会議所の雪貞圭一理事長らメンバー17人が和霊神社を訪れ、南極観測船しらせの航海の安全と観測隊員の無事祈願に、南極に送る門松のお祓いを受けました。門松は青年会議所のメンバーが手作りしたもので、高さ 1.5メートル、台座は50センチ角の重さ15キロで、松竹梅に南天、そして今回初めて宇和島らしく厄除けに木彫りの牛鬼も飾り付けられています。少しでもお正月の気分を味わっていただけたらというような思いで、メンバー一同そういった思いで制作をさせていただきました。この門松は今日発送され、来月上旬に出航予定のしらせに積み込まれ、南極の観測隊員のもとに届けられます。